習志野市に日本最強の男たちがいる。社会人アメリカンフットボールチーム、オービックシーガルズ。日本選手権で前人未到の4連覇を達成。さらなる高みを目指す彼らに密着するのがガルズ TV。 昨シーズンのオービックシーガルズ、春におよそ3年ぶりの敗戦を経験し、秋には習志野で初の地元公式戦を行い、習志野市民を大いに盛り上げました。そして今年の1月、アメリカンフットボール日本選手権で前人未到の4連覇を達成。最高の形で2013シーズンの幕を閉じました。あれから2ヶ月。おはようございます。おはようございます。久しぶりに選手全員がオービック習志野グラウンドに集まりました。選手たちは2ヶ月間昨シーズンの疲れを癒したり、自主トレーニングなどを行い、この日に備えてきました。サーザーションティーワンテーゼーサーザーシェーケーシェーケーやっぱりオフシーズンに関しては一人でやることが多かったですし、まあ、その中で目標を見つけてやってるんですけど、やっぱシーズンでみんな集まるとやっぱり純粋に面白いんで、今日のシーズンを楽しみにしてた選手はすごい多いと思います。今シーズンオービックのスケジュールは5月から6月に2014春季パールボール、秋からは日本一5連覇を目指し X リーグが始まります。まずは5月に行われるパールボール初戦に向けて始動しました。チーム力向上のため新たに加わった選手がいます。今年からビッグシーガルズに入団した清家拓也と申します。僕の持ち味はヒットの強さ、当たりの強さなので、それを存分に生かしたプレーを出していこうと思っているので、そこを注目して、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。中にはこんな選手も。関西学院大学出身、畑拓志郎、クォーターバックです。2年前ライスボールでオービックと激戦を繰り広げた関西学院大学のエースクォーターバック。自分自身のアピールとしては、投げることもでき、走ることもできるということを全面に押し出して活躍したいというふうに考えています。応援のほどよろしくお願いいたします。古性キャプテンは新人選手に大きな期待を寄せています。やっぱ戦力としては大きいだけじゃなく、やっぱ今までいなかったメンバーがこのチームに入ってくるという刺激の部分で非常に楽しみにしてますので、いい意味でやっぱ新人らしくない、本当にこのチームで最初から遠慮なく、見せてくれることを今年は特に期待しています。今シーズンも始まりました。試合は5月までありませんが、やっぱこの3月4月の変化を、僕ら目指しやってますので、ぜひ5月の試合を楽しみに待っていてください。試合会場でお会いできるのを楽しみにしてます。2014シーズンが幕を開けた新生オービックシーガルズ、今年もオービックから目が離せません。オービックシーガルズ情報です。前人未到のライスボール4連覇に挑んだ2013シーズンを振り返る DVDイヤー DVD2013 プロフェッショナルが発売中です。未公開映像を含むダイジェスト、シーズン後に取り下ろしたインタビューなどが収録されています。購入方法について詳しくはオービックシーガルズホームページまで。